こんにちは。今日はですね、木花神社に来ています。この花咲く姫様の伝承の地ですね。この花咲く姫様をお祭りしております。でこの後ろにあるのがですね、宇津室という戸のない、まあ、室ですね、まあ、なんて言えばいいのか、お部屋と言えばいいのかなんですけども、まあ、後ですけど、ご建功されてですね、その後ですね、すぐ解任されたんですね。でだけどその子供、本当に俺の子供なのかと疑われてしまいまして、でその疑いを晴らすためにですね、戸のないものを建てて、産屋を建てて粘土で塞いで、でその火をかけて、で子供を産んだと言われております。で、まあ、次々にお生まれになったんですけれども、その巫女の中にが3人の子供をできて、まあでもちょっと悲しいですけどね、疑われるのね。まあ当時としては子だからっていうのも結構言われるんですよね。このまあ今医療が進んでるので、割とそのなんかいろいろなことがすぐ分かるんですけど、昔はなかなか子供ができなかったご夫婦もいらっしゃるので、そういう意味ではすぐできたということにちょっと疑いが持たれてしまったのかなっていう、ちょっと残念なお話ではあります。伝承として残っていると。今ちょっとこう草刈りをしているのでちょっと音が鳴ってますけど、こちらがまあ神社ですね。参拝台のところにですね、御朱印とかお守りとかお札とかあります。で無人の神社なのでないかもしれないです。もしかしたらあまり遅く来るとないかもしれないです。であとここのね、非常にいいところ、ね、この田んぼがね、こう一面にあるんですね。うん、なので、このような、ね、素晴らしい土地にきっと、まあ、いたんではないかなというような話ですね。その妻神社という神社があるんですけども、ちょっと遠いところにあるんですけど、そちらの方はですね、いろんな伝承のものが結構大きく、作られておりますので、まあ、どっちが正しいのかっていうのは何とも言えないですけどまあ、どちらもきっと正しいんだと思います。ただそちらのにある古墳についてはかなり新しい世代のものなので、どうもこの花咲く姫の様のご陵ではないんじゃないかと思われております。ちょっと分かんないところがありますね。まあ、ぜひ、こちらですね、宮崎市からは近いので、ぜひ参拝していただければと思います。